頭抱えてる人がいたり、歯食いしばってる人がいたり、すごく嘆いてるような表情をしてたりとかする人たちが作られてるんですけど、はいはいはい、実は皆さんこんにちは、意識高い系中島ラジオへようこそ。今日はですね、インスタグラムの方で、美術アートの解説をしている、美術解説するぞうさんに来てもらいました。美術解説するぞうさん、よろしくお願いします。はじめまして、美術解説するぞうです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあですね、早速ですが、自己紹介をお願いします。普段は、仕事をしてるんですが、合間を縫って美術作品の楽しさをより多くの人に届けるような活動をインスタグラムでやってます。はい、お願いします。お願いします。というわけでですね、美術解説するぞうさんのインスタアカウントの方を概要欄に貼ってあるので、ぜひフォローしてみてください。というわけで今日はですね、そんな美術解説するぞうさんに、まあ、美術の魅力だったり、なぜこの活動をしているのかっていうところを深掘りしていきたいと思います。早速なんですけども、僕もですね、実は結構美術が好きでして、そうなんですよ。高校もずっと美術選択でしたし、結構大学入ってからも美術系の授業を取ってて、よく美術館とか行くんですね。で、はい、海外旅行先でも必ず美術館を行くようにしてるんですよ。というわけで僕も結構美術が好きなんですけども、美術解説するぞうさんが、美術鑑賞のどこに楽しさというのを感じてるんでしょうか。そうですね、美術鑑賞と一口言っていても、いろんな見方があって、本当にこうやって見なきゃいけないっていうのがないと思うんですけれども、うん、まあ一口に言うと言葉じゃなくて形とか色とかで何かを表現しているものを感じ取るって、言葉以上に抽象的なんですけど、それ以上になんかこう広がりとか共感の部分が言語よりもなんかこう強いような感じがして、うん、それを感じた瞬間に楽しさを感じるような気がしてます。なるほど、ありがとうございます。今ものすごい、なんでしょうね、本当に心から美術鑑賞が好きなんだなっていうのが伝わってくる、なんだろうな、なかなか初心者ではパッと言葉に出てこないような魅力というのを語ってもらったんですけど、そもそもいつ頃から美術鑑賞に目覚めたんでしょうか。そうですね、美術鑑賞が好きだってなったのはもう大学生に入ってからくらいなんですけど、はい、うんうん、まあ小学校学生の時からなんか作ったり絵描いたりすること自体は好きで、美術館なんかもよく行ってたんですが、まあ、その時は本当にもう連れられてる時でしたかね。なるほど、ただ連れられて行ってたくらいだったっていう感じなんですね。はいはい、ありがとうございます。そっかそっか。ですね、やっぱりこれ聞いてらっしゃる方の中で、そんな美術大好きな美術解説するぞうさんが、まあ、特にみんなに見てほしい作品とかって皆さんすごい気になると思うんですけど、まあ、本当にたくさんあって選ぶのもなかなか難しいんじゃないかなと思うんですが、美術解説するぞうさんが、特にみんなに知ってほしい作品だったり、まあ、みんなが知ってる作品でこういう見方があるんだよっていうのがあったりしたら、ぜひ教えていただきたいです。そうですね、何でもいいんですけど、はい、まあそう、東京の例でいくと、うん、まあ、行きやすいのが国立西洋美術館、はいはいはい、上野にあるんですけど、上野にありますね、はいはい、そこの美術館の外の展示スペースに置いてあるロダンの作品があって、はい、うん、あそこだったら入場料とかもかからないので、みんな見に行きやすいかなって思うんですけど、うん、そこにこう「カレーの市民」っていう作品があるんですけど、はいはいはい、これなんかぜひ見ていただきたいなって思ってる作品の一つですね。ありがとうございます。そのどこが魅力とかもちょっと教えてもらってもいいですか。これはですね、僕のポリシーでもあるんですけど、はい、こう最初にどういう風に見えたかっていうのをこう感じてほしい部分があって、なるほどなるほど。で、今回は先にこう知識的な面を解説しちゃうんですけど、はい、ぜひこう知識がなくても美術って楽しめるものだと思うんで、確かに確かに、はい、見た瞬間のそのどういう風に感じたかっていうのを大切にしてもらいながら、うん、見てもらいたいんですけど、うん、実は一人一人の表情とか行動とか見てると分かるんですけど、あんまりポジティブな感情じゃない、頭抱えてる人がいたり、歯食いしばってる人がいたり、すごく嘆いてるような表情をしてたりとかする人たちが作られてるんですけど、はいはいはい、実はフランスのカレーっていう市があって、市、はいはいはい、はい、でそこが戦争に負けちゃうその一歩手前でなんとか踏ん張ってたんですけど、はい、
こうついに負けちゃって、その代表の6人を差し出せば市民他の人たち助けてやるよっていう場面で、はいはい、一番あの権力を持ってた市民の一人が手を挙げて、じゃあ俺行くよって言ったところで、あれ全部で6人いるんですけど、うん、他の5人が、あ、じゃあ僕も行くよっていう形で、うん、最後門までこの後殺されるんだっていう行進をしてる最中の作品なんですけど、なるほどなるほど、はい、それがあの別に言葉で書かれてるわけじゃないんですけど、あのみんなから頼られてる感じでも怖いし、うん、苦しいし、あ、なんで俺って手挙げちゃったんだろうっていう感じだったりとか、あ、はいはいはい、そういう、こう感情、言葉で表せないいろんなこう感情がこう入り混じってる感じが6人の仕草にすごく表されてるなっていう感じがして、はい、あのなのでそんなところが魅力です。ありがとうございます。そうですね、あの西洋美術館上野にあるんですけども、僕も結構好きな場所で、僕はですね、あの結構建築が好きなんですよね。で、あの国立西洋美術館はあのル・コルビジェが作ったということで、まあ、結構有名、建築の人たちの間では有名な場所で、僕も何度かそのコルビジェの作品や、まあその建物が見たくて行ったりしてました、はい、で上野はあれですよね、他にも上野の森美術館だったりとかいろいろあるので、はい、ぜひアート鑑賞にはいい場所だと思うので、皆さんぜひ足を運んでみてください。はい、そうですね。じゃあ今ですね、作品を一つ伺ったんですが、あの、はい、おすすめの美術館はありますかね。美術館は、自分が神奈川県民なんで、はいはい、いつもおすすめどこって言われたら、あの箱根の甲羅美術館だったり、あ、はい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 、あとはあの彫刻の森美術館、あ、ありますね、はいはい、ね、あ、そうなんです。僕もあの箱根何回か行ったことあって、もう毎回その甲羅美術館と、あの、はい、森の美術館の方に行こうかなと思うんですけど、なかなかちょっとあの行ってる場所からアクセスが悪くてまだ行けてないんですが、あ、そうですよね、車を持ってないとね、ちょっと難しい。いや、そうなんですよ、車をちょっと持ってないのでちょっと難しいなと思ってるんですけど、はい、その何でしょう、魅力というのはどんな感じなんですかね。甲羅美術館は、まあ、僕もそうなんですけど、日本人の皆さんにとても人気のある印象派の作品がたくさん常設展で置いてありますし、はいはい、まあ、それが最大の魅力かなっていうのと同時に、はい、あの先ほどおっしゃった建築も、甲羅美術館は地下に埋まってるような形の建物で、うんうん、こう素人目に見てもすごくあの魅力的なあの建築ですし、うんうん、はいはい、周りもあの自然に囲まれてて、うん、あの美術館と併設っていう形で、もう歩いて30秒くらいのところに、なんか森の散歩道みたいな感じで、へ、森の中をこう自然と触れ合いながら歩けるみたいなスペースもあるので、はいはいはい、美術館をこう外も中もとっても楽しめる空間だなと思ってます。ありがとうございます。なるほど、すごいいい場所です。僕も行ってみたくなりました。他にもですね、はい、あの美術館でおすすめで言うと、僕はあの、まあ、国立新美術館だったり、あとは、隈研吾さんが設計した、根津美術館ですね、はい、青山の方にある根津美術館も結構好きなんで、もしあのこれ聞いてる方で行ってみたい方いたらぜひ行ってみてください。じゃあですね、あの続いてなんですけども、あの美術鑑賞するぞ、解説するぞさんの、はい、思うあの心豊かな生活っては何で、はい、何なんですかね。大それたあの、はいはい、感じのことなんですけど、はいはい、そんなにこう難しい話じゃなくて、うん、僕なんかこうもう社会人なんで仕事してるんですけど、うん、仕事してるいろんな人を見てると、一日こう疲れて帰ってきて食べるもの食べてお風呂入って寝るっていう生活、まあ、たまにこうなんか映画見たり YouTube 見たりしてそのまま疲れて寝るっていう感じの生活してる人がなんかちょっと多いかなっていう感じがして、うん、はいはい、であの自分が学生の時も、まあ、あの大会やってたっていうのもあって、はいはいはい、周りのみんなもスポーツやってウェイトしてもう飯食って寝るみたいな感じの生活、うんうん、でたまにこうお酒飲んで酔っ払って寝るみたいな感じの生活だったんで、はい、なんかあのこうもっとこう身の回りのものに普段素通りしてしまうようなこう何気ないものに目を向ける視野みたいのを広げることが心が豊かになることかなって思ってて、うん、美術館行くと美術作品ばっかり見ると思うんですけど、うん、作品以外の作品の配置だったりとか、それからこう内装の展示の仕方だったりとか、
細かいことなんですけど、うん、一つ一つのものってなんかこう人がこう何かを狙って作ってるわけで、うん、作られたものとか目の前に見えるものに関して、うん、こうもっと一つ一つをこう楽しむような視野が持てるとなんかこうもっとそうですね、はい、心が豊かに生活できるんじゃないかっていう感じですかね。ありがとうございます。そうですね、僕もなんでしょうね、まあ、結構建築が好きだったりして建物を見て歩くのが結構好きなんで、街中歩いてても、うん、あこの建物面白いなと思ってググったりしたら、はい、結構有名な人が作ってたりして、ただそういう発見があるだけでその日常生活ってすごい楽しくなるので、ぜひ皆さんもですね、そういう、まあ、美術とか、まあ、その作られたものとかに、まあ、関心を持つと、まあ、もっとね心豊かな生活が送れるんじゃないかなと、解説するぞうさんの話を聞いて、思いました。ありがとうございます。ではですね、最後にですね、はい、インスタグラムの方で行っている活動内容についての、紹介をぜひ、よろしくお願いします。はい、まあ、インスタグラムぜひ覗いていただきたいんですけれども、今は有名な絵画について、まあ、一つ一つ深掘りしていきながら解説してるんですけど、うん、まあ、これが一通り終わったら今度は工芸品だったりとか自分自身がやってる画材を使った実際の活動だったりとか、なんかそんなのも含めて解説していこうと思ってます。ありがとうございます。美術解説するぞうさんの、インスタのリンクの方を概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さん、フォローしてみてください。じゃあ次で本当に最後なんですが、改めてですね、これを聞いてくださってる皆さんに伝えたいメッセージなどあれば、ぜひお願いします。はい、なんかちょっとごめんなさい、おしゃべりがあんまり得意じゃないので、堅苦しい感じの内容になっちゃったんですけど、気軽に美術作品を楽しんでもらうためにアカウントを作ってみたので、ちょっと僕のアカウントを覗いてみて、もちろん無料なのでこんなに楽しみ方があるんだとか、美術作品って意外と敷居低いなとか、そういう風に思ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございました。ぜひね、美術解説するぞうさんのこのラジオだったり、インスタの方をきっかけに皆さんもね美術に関心を持ってもらえたら、とても嬉しいことだと思っております。というわけで今日は美術解説するぞうさんありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、それでは皆さん素敵な一日を、さよなら。